トトネ、エちゃん。第2週。つねこ。妹のために走る。第11回。あらすじ。杉野は、実は、援助を打ち切らせてもらいてえんだ。小橋くんの他にも、結核で亡くなった社員が何人かいてのう。すべての遺族を援助する土中わけにもいかんでと言ってきました。つねことマリコは、八百屋へ行って、大安売りの野菜を買ってきます。帰り道、マサオは、運動会でオラたちに勝ったからっていう、いい気になって、長芋抱えてんじゃねえでと、絡んできました。ところが、シゲオは、おう。長芋、安かったんけえと、すっかり穏やかです。鉄郎が、琵琶の木の下にいたので、声をかけましたが、逃げて行ってしまいました。マリコが、まさか近所に出没する泥棒ってと疑うと、つねこは、おじさんにそんなことする度胸あるわけないってと否定します。夜に、よしこが熱を出してしまいました。お医者さんを呼びに、つねことまりこが雨の中を出かけていきました。誰かにつけられてると思ったら、鉄郎です。里中医師は、風邪だの。薬飲んで、ゆっくら眠れば、よくなると診断してくれました。マリコが、どうしてあそこにと聞くと、鉄郎は、野宿もきつくてな。止めてもらおうと思ってきたら、お前たち、ちょうど出てくるとこだったから、心配で後つけたんだよと言います。つねこが、声かけてくれたらよかったのにと言うと。鉄郎は、気まずくてう。こないだ米、食っちまったろ。稼いで返すって言った手前、かっこつかなくて。米食ってあんな怒られると思わなかったよと打ち明けました。大家さんがやってきて、鉄郎から、家賃負けてやってくれって頼まれたと言いました。そして、大家は、キミコに、社長さんからの援助もなくなったんでしょ。もし、持って時が来たら、紹介できっからね。そういう人援助する人つちゅうか。めかけう、めかけと言ってきます。それを聞いていたよしこが、ねえ、おじさん。めかけって何?と質問してきました。鉄郎は、つねことまりこへ、裏の桜まで来い。鉄郎と手紙でつねことまりこを呼び出します。続く。